面白くなくても聞け。この番組でもさ、それからあとダイムでやらせてもらってる連載とかで、まあ別のテレビとかでもそうだけどさ、これがうまかったとかさ、あれがうまかったとか、まあそんなこと言うじゃないですか。で、どううまかった、こううまかったみたいなこと言うじゃないですか。でも結果、食い物のうまいまずいってさ、まずこう、第一にこう個人の主観っていうか、俺みたいに生まれた時からさ、母乳代わりにお母さんのうんこを食べて育った人間はさ、俺たちコアラはそういう風にさ、内臓がほらあんま良くないからさ、お母さんの、ユーカリってのはもともと毒があるからね。毒があるからお母さんコアラが食べて、で、その毒を越したうんこを食べてるわけであって、ね。いや、スカトロマニアを否定するんだったら、一生コアラを抱きなさんなよ。ごめんなさい、取り乱しちゃって。まあ、そういうさ、子供の頃からの環境みたいなことあるじゃん。ね。うち手羽先のさ、先っぽの部分をこう、切って、手羽、元部分はこう普通に揚げて食べたりとかするわけ。で、その先っぽの部分は、なんかいろんなもの、出汁を取るのに使うわけ。で、その、出汁柄の先っぽの部分を、割とご飯できるまでのおやつみたいにしてお袋がくれてたから、俺の中での最高のおやつっていうのは、手羽先の先っちょの爪の部分の出汁柄のやつに、塩胡椒を振ったやつを、もう兄弟で取り合いして食って、でも、少しでも多く口に入れようと思って、爪が頬を貫いたりするぐらいの、ね、先っぽと爪ついてんじゃん、あれ。あれをもうバンバン口の中に入れるからさ、もう、ハンガハンガ行くから、兄弟取り合い、4人兄弟だから、ね。んで、だから俺は手羽先の先っぽの、しかも出汁柄のやつが大好きだったからさ、学校で自分の一番好きな食べ物って絵を描いた時に、小学校2年生かな1年生かな、みんなさ、オムライスとか書く、こう、黄色い。で、また、小学校2年生ぐらいの楽器ってさ、もうオリジナリティが一切ないからさ、隣のやつ見てさ、それに感化されて書くからさ、一人がその、オムライス書くと、みんなオムライス書き始めたりするじゃん。で、あと、ハンバーグとオムライスとさ、なんかミックスベジタブルとさ、あと、ドラえもん。もうなんだかわかんないけど、もうなんか一番最初書こうと思ったけど、リンゴ書こうと思ったんだけれども、なんだろう、もう、書き始めたら、画用紙が、に、クレヨンが着地した瞬間にドラえもんだってなっちゃったやついるじゃん。最近のピカチュウね。ファミレス行ってお母さん、母の日のお母さんの絵って書いてあるのに、ピカチュウがすごい書いてあるもんね。あの感じの中で、俺はさ、もうさ、絵も好きだったしさ、自分はそれが好きだからさ、その、手羽先をいっぱい、手羽先じゃないわ。手羽先の先っちょの、出汁柄をすごい、それも絵うまかったから、そんな感じにちゃんと描いたわけ。ね、ちゃんと、手羽先をきれいに描いて、その真ん中に切り取り線と包丁の絵を描いて、この部分ですよ、みたいなのがわかるようにしてちゃんと描いたわけ。俺はすげえ上出来だと思ったんだけど、授業参観に来たお袋が、まあ、恥ずかしくて、その出汁の素を使わないでよ。ね、今これ脱線の脱線の話だよね。ね、最終的に俺1号例の話したいんだもん。そんな形跡全然ないけども。月曜ジャンク続き。ね、だってみんなも少し気になっちゃってるでしょ。で、まあ、学校の先生がさ、それぞれ絵を見てさ、で、さ、下手な子もいるから聞き取り調査みたいのでさ、これ何なのなんつって、オムライスとか書いてるわけね。ハンバーグとか書いてるわけ。で、俺のだけ結構長めの短冊に、その手羽先の先の部分で出汁を取ったやつの、やつに、塩胡椒をかけた。しかもその、家の会話の中でうちのお袋は、だって今来た出汁の素を使わないでわざわざそんな鶏ガラスープを一から作るような家だから、うちのお袋はすごい料理が好きで料理自慢なわけ。で、さらに家のオフレコトークとして、あ、みんなはこれを捨てちゃうけれども、そのいい感じにその油も抜けてるし、その軟骨で体もいいし、ゴミにしないで
食べた方が鳥さんも喜ぶのよなんて言ってるわけ、ね、ケンちゃん、ケンちゃんよく聞いて、あなたは本当の子ではないけれどもっていうね、それぐらい気を使ってますよみたいなね、そんな話をしてるのをその先生に、あの田中君これは何ですかなんて聞かれてる、もう絵で表現したのに聞かれちゃうっていう、このね、あのアーティストに対しての嫌なインタビューで、まあ心も傷ついてるし、あとちゃんと説明しなきゃともかも思ってるから、あの手羽先の先っぽの本来捨てるやつみたいな、で先生もバカ正直に本来捨てるやつみたいなコメント書いてるのここに。おいでお袋授業参観来てさ、で僕は絵見るわけじゃん、そうするとさ、なんか授業参観だからより飾り付けしてあってさ、そのテーマのみんなの大好きな食べ物みたいなタイトルの周りをあのちり紙で作った花みたいな、いてうんこ吹いて乾かしてそのちり紙で吹いて、あこれ血便がついてるやつ赤だから綺麗ねなんつって、そうやってつけてやったやつで、こうみんなの好きな食べ物って書いてあってさ、そこにクラスの子がいっぱいそれ書いて、オムライスとか書いてあるわけじゃん。したらうちのおふくろはさ、うちの子何書いてんですかって見たらさ、手羽先の先っぽの本来捨てるやつって書いてあるじゃんね。もう恥ずかしくてさ、その前から一切動かない、それを先に背中で寄っかかって、その絵に背中にこう寄っかかって、他の人から1ミリも見えないようにして、それのガードに1日明け暮れるっていう。でも本線に徐々に戻りますよ、本線に戻ります。僕はあの日暮里から池袋に行きたかったんですけれども、今鎌倉にいます。だけども一応いろんなの乗り継いで戻ろうとしますけど、そういう風な意味で言うと、そのうまいまずいなんていうのは、その人のもともと持ってる、こう生まれ育った環境とか、その人の体質とか、いろんなもの関係してる上に、さらに難しいの。俺がその、これおいしいよって、これ俺おいしいと思ったんだよ。おいしいよ、買ってごらんなんて言わないよって、俺にロイヤリティが入ってくるやつだったら別ですよ、俺。ね、エナジー、伊集院氏からの瓶詰めモブネジだったら、うまくなったってうまいって言います。だって、俺の名前が入ってるから。絶対その1瓶あたり3円5円入ってくるでしょ、どうやったってね。だけどよそ様のもんだしさ、よそ様のもんおいしいよって言ってる時はさ、別に俺がおいしいよって話で買ってくれとかそういうことじゃなくて、でその誰か買って食べるとさ、いいじゃんそうでもなかったですよなんて言われたりとか、ちょっと傷ついたりするんだけど、所詮そのしょうがないじゃんそんなのね、あの食べ物のそのおいしいまずいはそういう個人差がいっぱいあるから、でさらにさ、自分の中での差にショック受ける、テンションとか期待値の問題。この間あのたまたま道を歩いてたら、なんかあの代々木のあの東京体育館に柔道を見に行ったら、その体育館の前の広場みたいなところで、なんかご飯に合うおかずフェアみたいな、なんか B 級グルメ箸休めフェアみたいなやつやってて、でなんかいろんなその各地からその自慢の箸休めの瓶詰めみたいのがそのあってさ、前も話したかもしんないけど、試食どうぞ試食どうぞみたいなやってるわけ。それでその待ち合わせしてたお天気のノリがなかなか来ないからさ、そこで待ってると、もう試食どうぞが来る。でそのお母ちゃんとかさ、家計を守る人たちはさ、その辺の対応慣れてるから、ちょっと食べさせてるって食べても、ああの今度にしますとか言えるけど、なんかまあ男子精査ではないんだろうけど、こう買い物し慣れてない父ちゃんたちって、食ったらもう買わなきゃって感じになるじゃんね。だからもう試食もうなるべく断ってんだけど、その待ち合わせに指定した俺は、その東京体育館の前の千駄ヶ谷とその東京体育館の間のその広場で待ち合わせ、そこ何にもないと思ってるから、ここで待ち合わせって言って、もうすでにちょっと待ち合わせ失敗してる状態だから、お手にノリが来てないから、そのなんとかフェアの真ん中に立ってるしかないわけ、ね、でも立ってるともうどうぞ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 って言われて、だってあのあくびしてたら入れられちゃうんだご飯そこ。病気の小鳥みたいにスポイトで泡を溶いたやつを入れられちゃう。でもね、結果ね、あの家にの前にスズメの巣があって、スズメのヒナが落ちてたから、育ててから返してやろうと思って、一生懸命そのあのスポイトで泡とか冷えとか入れて、死ぬよ絶対死ぬ、絶対ある日冷たくなる、でもしかしたら戻したんだけれども親鳥に蹴り出された上に猫に食われるから最悪だな。でそのあれ
なんで茅ヶ崎にいるんだろうあのそれでさ、その試食を したらもう半ば伊集院さんって言われちゃうとさ、名指しで言われちゃうとさ、もうやるしか食べないとさ、要するに俺はさもう始終お腹空かしてる人だと思われてるの世間からはね、何にも言わないのに大盛りが出ちゃうから、何頼んだってじゃあちょっと大盛りにしときましたねって言われちゃうんだから、せいろがん頼んだって大盛りにされちゃうんだから、せいろがん頼んでる時点で今あんま食べたくないだろうと思うんだけど、それをこう無理やり半ば無理やり、伊集院さん美味しいですから、おい絶対美味しいですからって言われて、これで食ったらびっくりことでうめえんだよこれが。なんか生姜の瓶詰め、細かくて生姜の瓶詰めで、要はあれですよ、辛そうで辛くない、辛いけど声には出さない、ね、お母さん頑張っている、お母さん本当はソープ場だけれどもオフィスレディってあなたには言っている、ラー油あるじゃないですか、ね、そうラー油のような燃えるような夕日を見た次の日、お母さんは家を出て行ったのです、弟と兄のみを連れて。あるじゃん、あの瓶詰めのやつあんじゃんか、もうラー油でもない、なんで置いてかれたのが僕だったんだろうっていう悲しみだよ。ガバッと起きてお母さんが、ごめんなさい、あなたは特別に遅れて連れてくる予定だったのよ、お母さんって夢を見るけど、もう44だよ、ラー油、もうラー油ってただけじゃねえかよ、ね、で、あれのあのブームの時にいろんなの出たじゃないですか、いろんなのの出た一環で出た、なんかその細かく切った生姜の、生姜と醤油とあと多分なんか出汁が入ってると思うんだけどな、ちょっとなんとその粗みじんの、すごい粗みじんの生姜と、それから多分美味しいお醤油なんて、その県とかの名産の美味しいお醤油プラス何かです、何液を入れてるなっていう感じの、そので、もうほぼ生姜だから、液状っていうよりも固形の、ほぼ固形のやつとご飯とあって、うまいよこれ、すごいうまくて、その場で買って、でもその日そのままそのあと写真撮りに行ったりとかするんで、何もこうカメラは持ってるけど、あれを持って何にもカバンを持ってないから、片手にずっと生姜持ってる状態だから、2個も3個も買えないんで、一応1個だけ買って、で家帰って食ったらやっぱうまいのよ、その白い炊きたての飯にその生姜の今言ったやつをサジでかけてぐちゃぐちゃって食うの、うまいわけ、熱々の飯、まああっという間に2日ぐらいで食い終わっちゃって、1瓶ちっちゃい瓶だけど食い終わっちゃって、そしたらどうしても食べたくなっちゃう、これうまいなと思って、でもなんか瓶捨てやったんだ、すぐなんかそのあれの日があって、なんか資源ゴミの日があって、すぐ瓶捨てやって、2日3日ぐらい後に食べたいと思った時に、何だか分かんないわけ、これでいてもうネットでとにかく探すしかないから、生姜だけであってると、もうすごい生姜瓶詰めぐらいと、うわーって似たようなの当たるわけで、画像検索だともうありとあらゆるパッケージが出るわけだから、生姜ね、それから荒縄人妻段鬼六だと1件しか当たんないんだけど、だけどそれは写真集だった、写真集だったね、それはね、でまあ一応マイナス段鬼六、マイナス荒縄、マイナス人妻やって、なんかもういろんなのをこう当ててやるんだけど、全然出てこない、出すぎる、当たりきらない、たらそうだと思って、東京体育館何月何日とか、その千駄木と千駄ヶ谷を俺いつも間違えてさ、もうなんだろう、いつも間違えて、いつもあの千駄木っつってほらまた外れた、多分千駄ヶ谷でしょ、何なんだ、裏入っちゃうんだよね、裏入って、俺ラスベガスで千駄木と千駄ヶ谷のルーレットにかけ続けて3億損したことあるんだもん、俺全部裏入って、何なのあの間違いの人間の回路ってさ、間違えたってことは覚えてるわけよ、でなんかそのうわ俺この言葉を言おうとして間違えて、自分のね椅子のこう机に向かい合わせで座ってるもう最大のパートナーとも言うべき構成の渡辺から
低学歴っていう顔されるっていうそのもうビビりだよね。そのビビりでまた間違っちゃう。そのどう直されたかを忘れちゃって、千駄あれ俺今どこにいる、どの駅にいる、俺千駄ヶ谷にいる、千駄ヶ谷にいるじゃねえよ、そうじゃねえよ、あの検索で、検索でそのいろんな文章を細切れにして入れたら出てこねえかと思った。したらなんか普通のおっさんのブログの中に買ったみたいな話が出てきて、でそこで買った商品名を見て、あこれだと、やっと見っかるんだ、これだと。でそれでこう当てたら売ってるわけ、やっぱり。だってそんなフェアに出すぐらいだからさ、どう今時そんなネット通販とかやってんじゃん、うわこれじゃんと思って見たら、その楽天なんとかみたいな、楽天市場、市場市場みたいなやつでさ売ってるわけ。したらさ一瓶500円ぐらいのもんだよ、ね、でいて6瓶3000円10瓶の5000円みたいなさ、こんなのもうまた出会えるのかいつかわかんないんだから10瓶買っちゃうと、10瓶買ったわけ。したらなんかよ普通さああいうの頼んだら次の日来たりとかするのにもう慣れちゃってるわけ、アマゾンとかで買ってるから。したらやっぱりその田舎のそういう瓶詰め屋が作ってるからさね、前の人が食べ終わって瓶洗うからその前の人せかさないともうダメですっつって、なかなか来なくて4日ぐらいかかって、今日の朝かなんか来た、ピパーンっつってドシンって来て、なんだよっつってね。でいて俺しかも今回ビデオカメラをちょっと通販で頼んでたから、やったビデオカメラ来たと。でもビデオカメラ回す気満々で、今寝起きの格好でちょっと着替えようかして開けたら瓶詰めなわけ。なんだよこれかよ。でも嬉しくて、これでこのいざ10瓶あってご飯買ったこうつってご飯そこから炊いて、10瓶あって開けてご飯乗せて食うと、そんなにうまくない、何あれ、同じもんだよ、全然同じもんだけど、なんかさ不意に食った時すごいうまかったものってさ、長く食ってるとさもう分かった分かった、いや別になんでまずくはないんだよ、だからまずいだったらおかしいじゃん、何か品質が変わってんだけど、なんかその記憶通りの味なんだけどね、そんなにうまくないんだよ。だからよくこの番組で普通のお便りとかにも来るんですけど、何年か前に伊集院さんが推薦してたなんとかの鍋の素っていうのを今年食べましたけど、すごい美味しいですねってテンションすごいくんだけど、俺もうどうでもいいになってたりとかするんですよ。何なんすかね、普遍的にそのうまいとかうまくないみたいのないですよね。普遍的なものってあんまないじゃないですか。それとあと慣れるじゃないですか。ずっと昔見てめちゃめちゃ感動した映画をもう一回こう若手と一緒に見てみようかと思って見たりすると、なんだろう、そんなに面白い、俺トラさんのこの話すげえ面白いと思ったんだよと思って見てみたらそんなに面白くないよね。でしかもそのトラさんは今思えば同時上映だった何かを見たくて多分見てんだよね、エキステーションだったかなんか見たくて見てて、でついでに見てるからすごい面白かったのに、今それをしかも途中ですごい美化してて見たら全然思ったって、エンディングももう知っちゃってるじゃん、最後トラさんがこうやって振り向くとこう口果てて斜めにこうなってる両津三蔵があって葛飾だったのかのやつの私覚えてるからもあんなやつだから、何なんだろうね、人間って不思議だと思わないかい。ソウルフラワーユニオンでなんかかっこよくもなんともねえよ、なんか今ラジオ聴いている君たちね、もうソウルフラワーユニオンの奇跡の渚いい曲だなってまあ思ってる人もいるんだろうけども、何割かの聡明な人は1号令はっていう、結局お前なんか最終的になんか目的地着きましたっつってちょこんと座って富山にいるけど、お前池袋行くっつったら日暮里から池袋行くっつってなかったっていうやつですよね。まあファックスメール開けっぱなしになってるんで、ファックス早速いただいてますけども、東京都大田区のジャフラブホさんからいただいたファックスです。仕事で失敗した時、仕事がうまくいかなかった時、伊集院さんはどうやって復活しますかっていうことなんですけれども、復活してません。もうずーっと傷だらけにずーっとなってくだけなんですけど、まあ失
敗、まあ失敗じゃないんですよ。まあそうなりたくてなったんですけど、まあちょっと前にも言いました。僕のあの、まあ僕は全権委任されている伊集院光全権企画として、あの、やる、まあ昔はこう、テレビでやらせてもらったりしたんですけども、まあテレビ、まずこう地上波規制がすごく高い。でいて今、あの、BS、CS もそこそこ規制が強くなってきて、怒られたりするんですよね。あの、カメラレンズにボコチンをなすりつけたりがすごく面白かったんですけど。ね、いや、なんか船の上ですっぱだかになる企画をやって、それで割とこう近くで撮ってたら、船だから揺れるから、お天気ののりくんがつんのめってあのバランス崩して、ちょうどいい感じに、あの、ハンディカムの、レンズにボコチンがくっついちゃったのね。でも真っ暗なだけだからもういいじゃん。もう別に映しちゃえばいいのに、ダメだとか、非常識だね、テレビは。こんなのがあって。で、まぁ、あ、今度 DVD のオリジナル企画で出そうと。で、それを見てもらった上で、テレビがもしやりたいって言うんだったら、テレビの、こう、テレビ向けの編集の仕方で、まあ出そうかみたいな。で、そういうこう、僕の DVD を、撮り始めましたもん。何企画か、まあちょっと撮り始めてるんですけど、ちょっと前にもお話ししました。酔っ払ってドミノ倒しを作ろうっていう。これそのテレビでやった番組の方でまずやったんですよ。酩酊ドミノっつって。で、こう、もう、ガンガン酒飲みながらドミノ倒しをすると、どれぐらい、ドミノ倒しを並べるとどれぐらいできるかっていう企画で、まあ、そこそこ面白い。暴れる奴がいたりとかして、そこそこ面白かった。ブッチャーブラザーズのブッチャーさんっていう、まあまあ、あの、ブッチャーブラザーズのブッチャーさんちょっと長いんで、ダメ野郎が、僕が中学校3年の時からもう、テレビに出ていた、ブッチャーブラザーズのブッチャー大先輩が、まあ、飲むと、デタラメになっちゃう人なんで、まあ、その回もデタラメになっちゃったんですけど、今回、それ新しいシリーズで、あれのもっとエスカレートしたのをやろうと。ね、で、最初は、酩酊、そのお酒飲んで、前と同じメンバーで、今度もっと違うことをやろうとしたんだけど、まあ、僕らとしてその酩酊駅伝がアウトだと。人が酩酊遠泳とかができないっていうことに気づきまして、さすがに DVD でもダメだってことになって、ドミノ以上のことは、種目はないから、この、酩酊の方をエスカレートさせようっつって、いろんなお笑い芸人に、酒癖悪いお笑い、売れなくていい、全然売れてなくていいけど、酒癖悪いタレントいねえかっていう、まあ、調査をして、で、それにこうみんな会って、オーディションして、その酒癖の悪い、前回は普通にメンバー選んだら、たまたま一人、メグちゃんっていう、あの、女の子のタレントが、とんでもない酒乱で、飛び膝蹴りを、ね、伊集院光、まあ、ラジオを聞いてる皆さんご存知の通り、あの人性格に問題あるじゃない、伊集院さんって実際。ね、テレビでニコニコ笑ってる伊集院さんは、もしかしたら頭をちょっとパーンって叩いたぐらいでは、ね、やめろよーって言うぐらいに思ってますけど、いわゆる本当の伊集院さんって根深いなんかも一言で言うよ、ね、性格とかじゃなくてカルテに書くやつじゃん。ね、大事に大事にしなきゃダメな、ね、性格って書いたらほがらかじゃん、症状って書くやつだから。ね、それをあの平気で、あの、飛び膝蹴りを食らわせたりとかする、まあ、めぐちゃん、偶然いて、まあ、でも、結果相当僕の中では面白かったんで、今度はもう本当にすごいやつ呼ぼうつって。で、めぐちゃんも呼ぼうつって。で、そのめぐちゃんも呼んですごいやつを探してたら、まあ、何人かこう情報が集まってくるんですよ。で、その、今集めてるって話はちょっと前にもこの番組、前回だっけ前々回だかにちょっと僕したと思うんですけど、いや、実際撮ったら、すごいね。本当にすごい。なんだろう。何なんだろう。まあ、これね、もう見てもらうのが、まあ一番なん、もう出来上がったら完成したら皆さんにもお知らせしますし、番組も少しプレゼントとか出しますけど、宣伝のためにね、出しますけれども、もちろん一個一個に投票券が入ってますから。
総選挙で僕の V で一番好きなとこはどこですかっていう総選挙、俺多分ねロースが行くと思うんですけども、総選挙はやりますんで、一人で一枚買っただけじゃ本当のファンとはあなた言えませんよっていう脅迫観念みたいなものはどんどん植え付けていきますんで、それが芸能界の今トレンドだとは聞いておりますから。ほんでその主覧だったりとかいろんなの集めて、一人だから、その中に女の子の芸人とかでもいる、女の子の芸人でこの子はちょっとやばい、飲んだら本当にやばいっていう子がいて、でそいつを呼んだわけで、そうするとまたこれがね、本人は要は覚えてないわけですよ。覚えてない上に見た目はその酒乱だったり酒癖の非常に悪い、表現するタイプの人ってもともとは静かなんだよ、やっぱり。だから普通にインタビューすると周りの人が多分持ってるんだと思って、ましてお笑いと飲んでるじゃんみんな、だから周りの人が持ってるんだと思いますって言う、全員言うの。そこ、私は確かに怒られることも多いから酒癖は良くはないと思うんですけど、多分周りのみんなが面白がって持ってるとこあると思うんでみたいなことを言ってた女の子が、その DVD 収録中に発した言葉の中で、そう、一番きついやつがオンエアできるかわからないんですよね。3番目のやつが、クリトリスのピアス見せたろかっていう。これ3位です。これ3位。びっくりしてさ。全然普通の静かな女の子だったぜ、インタビューした時。エジーさん、クリトリスのピアス見せてありますかみたいな、見せましょうかみたいな。もうだって俺、見せて見せないじゃないじゃん、してんのっていう、してんのっていう話じゃないですか。もうすごかったなぁ。で、まぁ、あと名前を挙げると、ジェニー・ゴーゴーのネギタ君って噂すごかったの。ジェニー・ゴーゴーは、ちょっとテレビ出たりするんで、まぁ、あ、お笑い通の人は見たことあるかもしれないんですけど、まぁ、あ、ノリとかゴーとかエバトナの、ソニーの芸人なんだけど、まぁ、あ、線が細くて、声が小さくて、ネタとしてはそのネギタ君がもう一人の相方のことをすごい褒める、ニッコニッコしたままずっと褒めるっていう、相方の君はすごいからみたいな、 なんか明日にでもいいともの司会になれるよみたいな、大げさに褒めるみたいなギャグをしてる子なので、でインタビューしても静かすぎてちょっとちゃんとしてくれっていうぐらいの子なんだけど、変な話、そのもう出演が決まって、お天気以外のそのソニーのその子に、辞任後のネギタ君出てもらうんだって、こういう企画出てもらうんだって言うと、それはちょっとまずいですよ、みたいなやつなのね。でも、会った印象は全然違うんだ。もうちょっと元気出せよ、みたいな子なんだ。でももう開始早々、もう、伊集院、伊集院ってなっちゃってる。伊集院なんかおもろいこと言えやみたいになってんの。って思うじゃん。で、これね、もうね、まあテレビっていうところは、そのみんなやらせだとかなんとかそういうことを言い出すとキリがないんですよ。やっぱ演出して見やすくしたりとか、本当のむき出しのものを見せちゃうと、それはそれで笑えなかったりしますから。ね。だから、その、いろんなことを考えるわけです。例えば、そういうその酔っ払いをいっぱい集める場合に、用意ドンでみんなに飲ませちゃうと、ややこしいことになっちゃうかもしれないから、ちょっと時間差を持って入れていこうとかいろいろ考えるんだけど、実際どうなるのかリハーサルができないから計算ができないわけですよ。もうしょうがないから用意どんでみんなに飲もうと、その代わり退場させられた人用にこう割と気心の知れたメンバーを控えさすみたいな方式にして、用意どんでもうその酒癖悪いって言われてる連中5人入れたら、5人は多かったなぁ多かったなぁ、同時に飲ませて、最初にそのネギタ君って、もう、マス酒を3杯ぐらい飲んだあたりで、火ついちゃって、おい、ジェーン、ジェーンって始まって、お前の隣が一番映るんやろなあ、テレビはそういう仕掛けやって始まって、ほいで、もう、横で大騒ぎで、わしの話を聞けやって、もう、
ルールもクソもないから1個目のドミノを倒すからね、もう面白くもなんともないんだよ。だってさ、普通ある程度ドミノ並んでから倒して俺があわあわするやつじゃん。もうなんかドミノを2個並べたらパーン、1個並べたらパーンって、もう工場じゃんそんなやつ。ここで始まって、これ序盤まだ10分いってない話だよ。まあ、10分ギリぐらいから、オープニングからで10分ぐらいの話だよ。1時間以上の対策だよ。ロケ時間にしたら4時間以上の対策だよ。で、もう10分ぐらいのところで、伊集院伊集院ってやってるわけ。で、俺も負けてるんだから、ガンガンの、もう珍しくあんな、まして、これの前の日もまた別ロケやって、その前も別ロケ、これどんどん撮ってるから今、その、あと会議もずっとやってるから、結構寝不足なので腹も減ってるわけ。で、そこに、こいつに、だけに生かしちゃまずいと、俺もちゃんとガチで飲んでますよ、やらなきゃ面白くないからっつんで、俺もガンガン飲むから、俺も相当酔っ払ってきて、とにかく追いつかなきゃなってるけど、どんどんエスカレートして、いじえよお前、わしを売り込め、わしを売り込めみたいな。ほいで、ちょっとお前酔いすぎだぞっつって、おいお前らが酔っていいっつって連れてきといて何なんだよそれはよ、そういうんじゃねえのこれ、そういうんじゃみたいになってるわけ。したら急にブッチャーブラザル、ブッチャーさんが、ブッチャーさんも出たがりだから、多分俺たちの見て、これ早く酔っ払わないとって思ったんだろうね。どうやらすごいピッチで追い上げてきてたらしくて、急に立ち上がって、お前な、いくら酔ってても、そ、序列だけはしっかりせえや、とか言って。さっきからなんだ、お前伊集院とタメか、伊集院の上か、って始まって。それで、ふざけんじゃねえぞってやってんだけど、もうギャグじゃないの、もう全然。ぶん殴る勢いなので、しかも、お笑いだからさ、平手で行くのが一番面白いじゃん。パチンって行くの。グーをすげえ握っちゃってんの。しかも、グーの中にドミノ3つ4つ握ってんのよ。もうこれを、もう大変なことになっちゃうじゃん。で、ブッチャーさん、ブッチャーさんは、もう正気にさせるのはギャグしかないから、俺からしてみたら、ネギタ、ブッチャーさんの言う通りだぞ。あ、ネギタ。おそれだけは分かっとけよ。お前、伊集院さんだろ。俺のが上なんだから。なあ、ブッチャーって、ね。絶対、お前呼び捨てにしろやんかったんじゃん。聞こえてねえんだよ。全然。これ5回言ったんで分かりやすく、ブッチャーさんの肩を押さえて、ブッチャーさんの、分かってんのか、ネギタ。俺に対しては、伊集院さんだぞ。なあ、おかしいだろ。俺の方が全然ベテランなんだから。俺が下だったら伊集院でいいよ。俺上なんだから、伊集院さんだろう、ネギタ。なあ、ブッチャー。そやそやじゃねえよ、そやじゃねえよ、みたいな。これね、もうこの序盤でこうですよね。あと、女性タレントのセリフの良かったやつは、4位やんね、4位。僕が酔って、割と、おっぱいの谷間に対して無防備になってる田代さやかが好きなんですよ。ね、っていうか、もう、ごめんなさい、それだけの企画ですよ。スタートは、酔って無防備になってる日頃真面目な頑張り屋の女の子の絵が見たくて、だから、その、ポニーキャニオンから出ますけど、ソフトオンデマンドから出しちゃいいやつなんです、もともとは。もともとはね。で、今回も田代さやかちゃんがいるわけですよ。それで他の女の子のタレントさんが、しかも田代さやかさんは、今言ったよく思い出せなきゃわかんないような芸人さんと一緒じゃないですよ、そういう意味じゃ。ホリプロでもかなり頑張って、実際は若い頃からやってますから、そのタレント歴も長いですし。それに対してもう一人の女芸人さんがかけたこと、初対面です。初対面で、やっぱりその楽屋の段階では一緒にメイク並びながら、やっぱり私たちお笑いと違って、本当にホリプロのグラビアアイドルさん綺麗ですね、スタイルもいいし、みたいな、そんなやめてくださいよ、みたいな話をしてたやつが、その言った言葉、女性、芸人の衝撃的なセリフの第4位ですけども、はぁ、少女が女語ってんの、はぁ、聞いた、この少女女語ってんだよ、女、はぁ、田代さんが涙目になって、涙目になって。もう、何なんでしょうか。でも思うんですけど、でも絶対僕はこの企画意図は間違ってないなと思うことなんですけど、そこひどい酔っ払いって、そばには絶対行きたくないけど、見たいでしょ。イメージはあれ、昔さ、ゴジラシリーズがどんどんエスカレートした後、最初はゴジラってゴジラしか出なかったし、2作目もゴジラとまあアンギラスがちょっと出るぐらいで、要はゴジラの映画だったの。でも途中から、
ゴジラ、モスラ、キングギドラみたいなのになったじゃん。ね。あの感じ。序盤でラドンの羽が引きちぎられる感じ。それもその次から次へと、なんだろう、キングギドラのそれぞれの首がいろんな人のいろんなとこを噛んでるんだけれども、キングギドラの尻尾に食らいついて離さないゴジラみたいな、そういうのを見た引き換えに、俺、まだ気持ち悪い。24時間経ってるのに、気持ち悪い。でみんなそのタイプの人って覚えてないんだよね。本当覚えてないんだよね。だブッチャーさんもすごいと思ったのは、そのまあ伊集院光の DVD シリーズっていうので、まあ一個その酩酊ドミノのその前回の作品があって、まあこれはブッチャーさん大暴れなんですよ。酔っ払って、すごい酔っ払って。で、それを発売したら、その、ブッチャーさんに見てくださいって私出てくれてるし、主役ですごい、俺なりに、俺の中では、この酩酊ドミノっていう回はもう一回その恐怖を乗り越えてもう一回やりたいぐらいすごい楽しい回だったからブチャさんに渡したんだけど、ちょっとこう興味があったのはそのまどれぐらい覚えてんのっていうこの集大をねどれぐらい覚えてんだっていうね思って渡したらブチャさんに最初に出た感想が、わしほんまに酔ってたみたいな編集になっとるなっていうのね。そんなバカなとそういうからにはじゃあ全部覚えてるんですかって言ったら、オープニングの鏡割りしか覚えてないですそんな覚えてねえんだと思って。じゃあネギタ君もその聞いたら、その最初のそのインタビューの時点でその今まで一番ひどかったのはっていう話で、お天気から聞いてたのはなんか忘年会だかなんかで、その、ソニーお笑い事務所のそのソニーは自分たちのフランチャイズの小さな劇場を持ってるんですよ。千川っていう、まあ、金目町の先のところに持ってるわけですよ。で、そこで要するに、若手の子たちが毎回こうライブをやってて、で、それの打ち上げみたいのがあって、そこのライブハウスを使って、ライブ会場を使ってみんなで打ち上げしてたらブチ切れて、これで、なんかその、ソニーグループの割と偉い人が来て、みんな頑張ってくださいって言ってたら、その人は、頭髪が割と薄めの人だったんですけど、つかみかかって、後ろから締め上げて頭をピシャピシャ叩きながら、こんなもんをな、調子に乗せてるから我々出番がないんじゃって始まって。その事務所の、そのお笑い部門を立ち上げたのは、平井さんっていう、その鍋プロのお笑い部門を、もう立ち上げて大きくして、それこそあの僕らの大好きなめぐみさんとかをすごいこう売り込んで、鍋プロの中ではすごい地位があったのに、もう自分の事務所を作りたいって独立して一からその100人以上お笑いのいる今のそのソニーのお笑い部門を立ち上げたその平井さんっていう人を蹴り回し、最終的にこんなライブハウスがあるから悪いんじゃっつって、会場中の椅子をすべてぶん投げて山積みにして、でいてそこにただ一人立ってたらしいんだけど、高笑いをしながらで周りから聞いた話はそれじゃん。それでネギタ君に聞いたら、それはどうなのって言ったら、それに関してはもっと出るかどうかはわからないですけど、事実は事実としてみたいな話が始まるわけ。どういう記憶があるのって言ったら、なんかこう、偉い人がお酒飲んでるのに、いい気分でお酒飲んでるのに、ずっと話してるのに、ちょっと苛立ってきたのと、あの頭ピシャピシャやったら気持ちよさそうだなって思った時までは覚えてるらしい。で、そっから先は何にも覚えてなくて、誰も、ほぼ、なんか、本当に女の子のお笑いの子は泣いてたり、気の弱い子とかはもう足にすがりついてるところで、その椅子がすべてもう倒れたり積んだりしてるところの真ん中に自分が立ってる。はって気づいたっていう。帝都大戦かと。ね、お前は島田久作かと。あの、わかんないけど、焼け野原の真ん中の電柱の上に立ってる島田久作かと。これは誰、お前、長井豪の書いてるまんまのデビルマンかと。何かこう正義感に燃えたのまでは覚えてるけど、その後ものすごい血染めのこうね、その邸宅で一人立ち尽くして、お俺がっていう、そのだから僕ら酔っ払ってそれほど記憶をなくさないから、
記憶をなくさない組には全然それがもう、わかんないんで、なんなんだろうね、あれはね。ゾクゾクして立ってた。ほんと最悪ですわ。ほんとに最悪ですわ。出てる女芸人たちが元付き合ってた男芸人の恨み事を言い始めたりとか。だその子たちも結構売れっ子になってますから、もう変な話ですけども、P 入れないでもう出しちゃって、そいつらが買えばいいじゃん。金はあんだろうから、もうみんな売れてんだからさ。あれは出せねえんだろうな。ただやっぱり、もう、すごく迷いはいつもあるんですけども、要するにもう、なんか、わざと、地獄絵図みたいなのを作るとかそういうんじゃないです。もうとにかく俺はこれが面白いと思うっていうのを今回もやっぱりね、主覧の人暴れてんのもう画面で見たら面白いって、めちゃめちゃ面白いわ。ただその場にいるのはきついよね。シマウマをライオンが食べるところ面白いんだよね。すごい面白いんだけども、そこにいちゃうとね、俺シマウマより遅いじゃん。だからもうそれが大変なんだよね。もうやっちゃうよな、もう何やってんだか。